次は四条沼手小学校に沈め、四条沼手小学校に沈めです。
報や時刻などを検索いただけます。また炎弱証明書もウェブで発行しています。詳しくは京阪グループバスなどで検索してください。
次は電通大寝屋川キャンパス、電通大寝屋川キャンパスです。走行中やむを得ず急停車する場合がありますので、スリットは水難をお持ちください。ご乗車ありがとうございました。